ほ、棚の上にあるハート型のアイテムでストレッチできますよ。棚の上にある。何何？これだ。ハート型、まあ、ハート型か。後ろにあるの何？ほう。保坂さんじゃん。保坂直樹さんが？この仕事もなさってるんですね。ストレッチハーツアドバイザー保坂直樹。へえ。保坂さんって今ストレッチハーツアドバイザーなんだ。こちらのアイテム、保坂直樹さんがプロデュースして今話題に。一体どんな商品なんでしょう。ストレッチいいですね。私ほぐすの興味ありますから、これやりたいですね。見てみよう。こんにちは、保坂直樹です。保坂さん出てくれてるんだ。この DVD では私が愛用しているこのストレッチハーツの使い方をご紹介いたします。はい、いい声。この形を見てください。この形は体の中で最も大切な肩甲骨や骨盤の形にとても似ています。まるでハートのような骨の形ですね。この凹凸の部分が体のあらゆる部分を刺激するように作られていて、体型に関係なくフィットする絶妙な構造をしているんです。このような形をしたストレッチ器具を僕は見たことがありません。私もです。めちゃくちゃ真剣。これを使って筋肉の疲労を軽くしたり柔軟性が増したりすることができるんです。試しにストレッチハーツを使う前に前屈をやってみてください。前屈？急にそこまで硬すぎないからちょっとあんまり面白くはないんですけど、私ちょっとねこんなも現状ギリギリつくかなぐらいですね。よいしょ。気持ちよさそう。あ、めっちゃ肩甲骨入ってきますね。あ、気持ちいい。ここだ。しっかりと固定できたら手をバタバタと上下にしていきます。水泳の背泳ぎのイメージですね。入江選手ね。リラックスしながら手を真上に上げていきます。あ、めっちゃ肩甲骨気持ちいいこれ。はい、どうですか。どんどんストレッチハーツが食い込んで気持ちいいです。いいですね。あ、何この人。あ、何この。保坂さんいいね。ニヤニヤ隠せてないから。次にこのままの状態で手をこのように動かします。どんどん距離縮まるじゃない。僕はあの天使の輪と呼んでます。天使の輪？スキー場で雪の上でやると天使の輪みたいな形ができる。スキー場でやると天使の輪になります。スキー場でやんないよ。大の大人がちょっと分かんなかったけど、大の大人がスキー場で海の中で漂うワカメのような雰囲気ですね。海の中で漂うワカメのような感じですね。例えるの好きですね、保坂さんは。確かにこの例えを聞くだけでも流したいなですね。次は左右に動かすストレッチをやっていきます。どんどんいくじゃないですか。胸の周りがしっかりストレッチされます。オランウータンのポーズです。オランウータンのポーズ。これちょっと見たいな。全部わかめ。ウホどちらかといえば。ウホは言わなくていいですよね、うん、ウホっていうのゴリラじゃない。真面目。確かにね。他にも保坂さんのユニークな例えを聞きながらできる楽しいストレッチはたくさんあります。ハートの下の部分を持ってください。そしてゴシ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 、忍者が後ろの刀を取るようなイメージですね。挟んでいきます。しっかり奥に挟んだら手を下に伸ばして、中外中外、ここに小さなお子さんがいて頭を撫でてあげる雰囲気ですかね。中外中外、20秒ぐらい繰り返してください。さらに今回はセットで使ってほしいおすすめのアイテムが。ストレッチターボ、これですよね。電源がついてますね。へえ、ほー、すごい振動してる。すごいすごい。あ、これだ。あ、そうだ。はいはいはい、いいいいいい。あ、合ってる合ってる合ってる。これだ。これで剥がすのにね、一石二鳥ですね、うん、これ、うん、確かにストレッチとほぐしが一緒にできます。あ、いい。足の裏がすごい伸びる感じしますね。気持ちいいですね。西田さんにも教えてあげたいですか。どっちでもいいですね、西田。自分が健康であればいいですね。
これで柔らかくなったんですかね、ほぐれて。そうだね、ちょっとやっただけでどうなんだろう、はい、あ、めっちゃいいわ、すごくない、すごい、しかもさっきより全然余裕そうにいきましたね、うん、苦しくなさそうだね、うわすごい、だいぶ楽になった、この動きも、はあ。結構違いますね。柔らかいじゃん。持ててるちゃんとつま先。確かにいいですねこれ。ウホウホだけちょっと恥ずかしかったですけども。まあね。ストレッチ、ほぐし、硬くなった筋肉を剥がすストレッチハーツ。辛い肩や腰、体のバランスの崩れにも。働く忙しい人にぜひおすすめ。それでは3分で変化があるかスタジオでも試してみましょう。あら、頑張って頑張って、でもこれ頑張ってでいけるもんじゃないのよ今これが限界です、現状、はい、任せてください、うん、若いんだから、おお、いった、すごくない、それでさ、この保坂さんのやっちゃったらさ、ぐにゃんぐにゃんですよ、いや、ぐにゃぐにゃだよねこれでなんか肘が曲がる余裕が欲しいですね、うん、まだちょっとこの辺がピンってなった感じあるので、ここにまずはストレッチハーツにストレッチターボをセット、はい、色合いめっちゃ可愛いですね、うん、可愛い、お好みの強さで振動させたら椅子の上に置きそのまま座りましょう、大丈夫？お尻？え、怖い怖い怖い、あ、怖い笑った、ああ、すごいよ振動が、あ、欲しいあ、気持ちいいねこれ、あ、気持ちいい、そのお尻の筋肉っていうか、はい、うわ、痛すぎず、わかります、ああ、これで左右に揺れる、いや、これ結構な振動なのよ、そうですね、結構ちょっとくすぐったくなるぐらいの、これだけ見てたらね、効いてんのかなっていう動きですけど、めちゃめちゃ効いてますよね、うん、振動がちょうど良かったりしますね、うん、うわ、深夜だから許される動画ですね本当ずっとこれですからね動きは、続いてはサーヤさんも体験した足の筋肉のストレッチ、この下のね、はい、こう剥がしてるわけですね、筋膜を、おお、いいですね、へー、気持ちいい、うん、あと楽ですね、これこのままテレビとか見れるからいいですね、確かにね、あとこの動きに対して保坂さんはなんて例えてるかっていうのも確かに気になる、 DVD で確認したいなんて言ってんだろうこれ、ちなみに保坂さんはワシのポーズと例えていたそうです、ワシ？どこをワシのどの部分だろう、これのどこがワシ気になるな、ワシ、さあ真実、はい、いきます、お、行きやすさある、どう、さっきより柔らかくなってます、すごい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 柔らかくなってるよね、私やった感じ自分ではめっちゃ柔らかくなってるよ、楽なのぐらい、さっきよりも明らかに本当にスッていった、おー、いきます、お、あ、さっきより楽、楽、全然楽、あ、肘曲がる、嘘、すごい、あ、本当だ、肘曲がってる、あ、これすごい、3分しかかかってないのにね、えてか、あ、すごい、もともと超柔らかいよね美容がまたすごいのよ服装も合えばちょっと面白い感じ面白い深海にいそうな感じそれではストレッチハーツの気になるお値段を発表、お二人はいくらだと思いますか、DVD が結構お値段つくんじゃないですか、だって保坂さんが教えてくれるのもね、じきじきに、うん、全部で2万ぐらい、2万だったら買う、あ、ストレッチハーツソフトは税込み4054円のところを今回は税込み3685円、さらにストレッチハーツソフト&ストレッチターボのセットは税込み11448円のところが今回特別に税込み9878円となります、えー、さらに今
回はこの番組限定の2色も購入可能という素敵な特典もあります。えそしてもちろん保坂さんの DVD もついてきますので。保坂さん似合ってます。ザキさんだから2万円だったら買うって言ってたからもう4つ買いなよ。買いたい買いたい。9000円。これ乃木坂カラーですね。ちょうど。あそういうこと。乃木坂カラーとこれシュレックから。シュレックじゃねえか何色出してんだ。あぴったり。そういうことかこの色出して。そういうことです。そういうことですじゃないよストレッチハーツソフトは税込み4054円のところを3685円。ストレッチターボとのセットは税込み11448円のところを9878円。この番組限定の2色もご用意しています。え握手会とかってさ、はい、まあこういろんな人が来るわけじゃない、はいはい、やっぱりその覚えるもん。覚えるもんですね。へ自然と覚えるケースもあれば、うん、あと親切に名札をつけてくださる方もいるんですよ。すごい。呼んでほしい名前とかで。もう居酒屋の店員さんみたいな。あ、そうそうそう、そんな感じです。あだ名を。そう自ら。そう。へえ。だからあの寿司三昧とかに行くとあの自分でニックネーム考えてつけてる方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、そんな感じです。へえ。あじゃあそれ見えたらそうザキさんはそれで呼ぶの。呼んでたりとか、うん、あとはもう何度も来てくださってる方は、うん、もうあのお孫さんが生まれたりとか。えちょっと待って、年齢層その方はどれぐらいの方なの。あでも60代。お孫さんが生まれるって。お孫さんが生まれたっていう報告をしてくださる方もいれば、ファンの方同士で結婚しましたみたいな。のもあったり。キューピッドだ。そうなんですちょっと愛のキュー 今こっちなんですよね。違う。いや本当ハート作んの下手すぎたしえこんなアイドルいる。だいたいさアイドルの人って作んの早くて上手いんじゃないの。すごい上手。私の方が上手くない。めっちゃ立体的。ほらちょっとやってみ。汚い半分でどっちに寄ってんのそれ。汚いこれだこれかかったな決まるまで。やり慣れてないねちょっと。やり慣れてないね。ちなみに本日紹介した全ての商品は番組のインスタグラムやホームページから買うことができますので気になる方はチェックしてみてください。そしてそのインスタグラムでは私と春菜さんの秘密の動画を随時アップしていきますのでそちらもぜひお楽しみに、うん、それでは今週のおさらいです。俳優の保坂直樹さんがプロデュース、ストレッチ、ほぐし、硬くなった筋肉を剥がす、1日たったの3分、トリプル効果で驚きの声が続々。ストレッチハーツ。ストレッチハーツソフトは税込み4054円のところを3685円。ストレッチハーツソフト&ストレッチターボのセットは税込み11448円のところを9878円。この番組だけの限定カラーも2色ご用意しています。